ナマステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。コロナウイルスの状況が大幅に改善した首都デリーがまた新たなロックダウンの規制緩和措置について発表しました。今日はデリーの感染者数最新情報と今回発表された規制緩和の詳細についてお伝えしたいなと思います。ぜひご覧ください。まずは現在のデリーの感染者数がこちらになります。1日あたりの感染者数はピーク時で約2万8000人だったのが現在は255人とピーク時から 99.1% 減となっています。現在感染中の方です。ピーク時はデリーに約10万人いた感染者が約3500人まで減少、ピーク時の 96.5% 減となっています。1日あたりの死者数です。ピーク時は1日約450人の死者が出る日もあったんですが現在は23人と 94.9% 減となっています。先週こちらの動画でお話しさせていただいたんですけれども、先週の月曜日からショッピングモールが営業再開したりとか、あとはデリーメトロの運行が再開したりとか、いくつかの規制緩和があったので、これまで以上にね、人がね外に出る機会っていうのは増えたと思うんですけれども、それによって感染者がねまた少しずつ増えてくるみたいな、そういう傾向は今のところ見られていません。それもあってね、今回またさらに追加で規制緩和の発表があったと思うんですけれども、ちなみに、首都のデリーがここ最近でね一番感染者が少なかったのが今年の2月ぐらいで、その時、1日あたりの感染者数が100人から150人ぐらいでした。で現在はね、首都デリーはだいたい250人前後ぐらいまで来てるので、もう少しでね、その時の水準まで戻ってくるのかなっていうような、そんな状況になっています。はい、そしてね今回発表された追加の規制緩和についてです。まず1点目、全ての店舗の営業が許可されました。以前はね、偶数日は偶数店舗、奇数日は奇数店舗みたいな感じで二項体制で営業しているとか、ショッピングモールもそうだったんですけれども、今回の規制緩和によって全ての店舗が営業許可されました。で2点目です。レストランの営業再開が許可されました。ただし、座席数は通常時の 50% という条件が付けられています。3点目、ヘアサロンなどのサロン系の営業の再開が許可されました。スーパーはねまだね営業再開許可されてないんですけれども、サロンは OK になりました。4点目、ウィークリーマーケットの、再開も許可されました。ただしなんか条件がついてて、各ゾーンで営業できるのが1つだけ、出店率も 50% ということで制限がついています。そして5点目ですね、デリー市内の宗教施設の再開も許可されました。ただし、訪問者はダメっていうふうになってたので、お参りに行ったりとかそういうことはできないと思うんですけれども、施設自体を再開するっていうのは許可されました。逆にですね、引き続きまだね許可されてませんっていうことなんですけれども、まずは学校教育機関系ですねはまだ閉鎖されたままとなっています。2点目が政治的文化的、集会ですね、集まり系は引き続き禁止されています。あと、スイミングプールとかジム、スーパー、あとはなんか、公共の公園とかそういったものもまだ閉鎖されたままとなります。あと結婚式ですね、結婚式も結婚式場で結婚式を開催するみたいなのとかはまだ許可されていなくて、参加できる人数も20人までとなっています。あと先週から運行が再開されたデリーメトロなんですけれども、先週から引き続き乗車率は 50% というふうになっています。メトロは立ち乗りも禁止なので、座席があって、交互に、ね、座れたりとかする席が印付けられてるんですけど、その座れる座席に空席がなければ、駅にねメトロが到着してドアが開いたとしても乗れないということですね、空席がなければ。あとオートリキシャとかタクシーの、乗車ですね、乗車人数は2名までというふうに制限されています。ちょっと今ザザザッと主な規制緩和についてお伝えしたんですけれども、今回ね多分大きかった規制緩和はやっぱり店舗が全て営業再開になったこと、あとはレストランの営業が再開されたこと、この辺りがね結構ね大きな規制緩和だったんじゃないかなと思います。
ただデリーの首相は今回の、ね、緩和規制緩和についても、まあ、1週間の、ね、トライアルで、まあ、この規制緩和によってまた、ね、感染者数が増加していくのことがあればまた、ね、厳格な規制をしますよということを警告していて、まあ、せっかく、ね、ロックダウンとかいろいろな規制をしてここまで、ね、状況が改善したのに、まあ、そのことが、ね、無駄にならないようにということは強調されていました。まあ、デリーも、ね、本当に、ね、まだまだ感染者数も減少していて状況が、ね、どんどん良くなってきているのでこのままねこの規制緩和によってまた感染者が増えるというようなことがなければまたね追加の規制緩和が発表されていくのかなというふうに思います。今日は、首都デリーの感染者数最新情報と今回新たに発表された規制緩和の詳細についてお話しさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。